すみません。大丈夫でしたか？あの、怪我とかは。ああ、よかった。ごめんなさい。ちょっとお仕事のことで悩んでしまってて。あ、すみません。こんな話されても困りますよね。私、先を急ぎますので失礼します。うちのは自慢の品ばかりだよ。何もいらないのかい？また来てくれよな。これは美しいな。
ああ、宝箱だ。ですがリッシュさん、昨晩までは確かに金庫の中に。もう一度よく確認してみろ。こうも立て続けにやられては紹介の誤見に関わるではないか。はい、霧沙お嬢様も申し訳ありませんでした。知れないですけど。ダメに決まっておるだろうが。キリシャ、お前が苦労して立てた売り上げだろう。お前は確かに詳細があるが、当事者として自覚が足りなさすぎる。もっと本気になれ。本気に。圧倒的な資本力で競争相手を叩き潰すのがペンドルトンの流儀だ。お前もようやく分かってきたと思ったのだがな。はい。とにかく私は今から守備隊の責任者に会いに行かねばならん。後ほど帳簿の確認を手伝ってもらうから、その間に準備をしておいてくれ。私に相談だと。ふん、見たところ金の無心に来た用心棒希望者、こそ泥に何度も出し抜かれるボンクラよりマシなら考えてやる。
うむ、まったく人が苦労して稼いだ金を何だと思っている。キリシャ、カーラ、お呼びでしょうか、お父様。あなたは知り合いなのか。ううん、店に来るときに私がぶつかっちゃって。まったく、もう少ししっかりしてくれ。いつまでもそんな調子では豪商ペンドルトンの一員と言えん。ごめんなさい。とにかくこの男の話を聞いてやれ。面倒そうなら適当に金を与えて追い返しても構わん。キリシャ、お前が対応するんだ。わかりました。カーラ、ヘマしないよう見ててやれ。私は出かけるから店を頼んだぞ。わかりました、お気をつけて。それでは奥でお話を伺います。やれやれ。Thank you.
それは。Thank you.
らっしゃ。いいもんが入ってるぜ。よし、ワクワクするな。よし、これだな。ぴったりだ。まだなんかあんのか。また機会があればな。よく来たの。何かあれば頼るがいい。薬は不要なのか。怪我には気をつけるんじゃぞ。宝箱だ。
行け。クリムゾンライン。私たちは彼らをラリバ。ごきげんよう、赤の王。詳しいことは私たちも知らされていません。ただ、彼らはグリムワルドの夜を活性化させるとも言われています。一般の方は見ることもできず、大きな害もありませんが、最悪は目の内に積んでおいた方がよろしいかと。その剣さばき、かなりの腕前とお見受けします。完璧いたしました。
クリムゾンライン。
怪人たちよ、刻限だ。魔を撃て。さもなければ永遠の夜は明けることあたわず。人と魔の境界みたい。このアプリルスが忌まわしき夜の始まりを告げ。この調子で頼むぞ。
何かあるぞ。強くなれる。崩れたぞ。何かあるぞ。何かあるぞ。何かあるぞ。
何かあるぞ。崩したぞ。何かあるぞ。崩したぞ。一息つこうか。クリムゾンライン。何かあるぞ。宝箱だ。
されたな。
ねたな。白猫ちゃん、よ、バルドゥークの救世主。いつもいつもすまないね。皆さん、お待たせしちゃったね。おお、すっげえ。ロムン帝国の圧政と鉱山の汚染に苦しむ皆さん、これは一生懸命生きる皆さんに僕から贈り物だよ。君たちに幸あれ。うお、金貨だ。拾え。
いかがですか？何になさいますか？ご購入ありがとうございます。ワクワクするな。他にもまたお越しください。どうして赤の王さんが私を？あなたはアドルさん？そんな。すみません、聞くつもりじゃなかったんです。ごめんなさい。
私、白猫の力で店の金庫から。教会のみんなと貧民街を視察したとき、私も鉱山のせいで病気になった子供やお年寄りの方に会いました。教会が思った以上に皆さんを苦しめてるって初めて知ったんです。それで私いても立ってもいられなくて、そんな時あの人に、アプリリスさんに出会ったんです。それからせめて私の売上分を役立ててほしいと思って、それはいけないことだって私も分かっています。白猫の活動を始めると確かに皆さん喜んでくれました。たくさん感謝してもらって、それは今もそうなんですが、その そんなわけでつけた仕事とはおさらばよ。俺なんて金貨は仕送りせず、来る日も来る日も酒とギャンブル三昧だ。今日もすっかりすっちまったかな。お前も悪いやつだな。なーに、次こそは倍にして取り戻してみせるぜ。それで仕送りすれば神さんも文句を言わないだろう。白猫の姉さんもケチケチしないでもっと金貨よこしてくれねえかな。まったくだぜ。真面目に働くのがなんかもうバカらしくなってきたな。いえ、私の考えが足りていなかったみたいです。私ペンドルトン商会が嫌いなわけではないんです。時には強引な手段を取ったり、売り上げを優先することもあります。でもグリア人の権利を守るためロムンの人と話し合ったり、バルドゥーク発展のために頑張ってきた家でもあるんです。私も一応ペンドルトン家の娘です。お姉ちゃんと話をしてみます。
れは。すぐに片付けるぞ。覗いていって、どれも自慢の品よ。
もういいの？また来てね。現れた。クリムゾンライン。現れた。現れた。
あのアドルさん、本当に監獄へ向かうんですか？ああ、知りたいこと。あのどうか私も連れて行ってもらえませんか？地図を見ると水路の入り口は貧民街の中央付近ですね。本当のことを言うと、ここに来るのは少し怖かったんです。紹介がやってしまったことを思うと。ごめんなさい、こんな話されても困りますよね。それなら。Thank you.
しいよ。